脱穀とヴィーガンであなたも温活美人になりませんか？今回はいちごのフルーツサンドです。ヴィーガンホイップがたっぷり入っています。いちごのフルーツサンド出来上がり。おいしいよ。おいしいよ。いちごのフルーツサンドは本当においしいよね。そうですね。そう、でもこれができるなんて本当に夢のようです。そうですね、フルーツサンドでやっぱりホイップが欠かせなくて、そこのホイップがもう本当にホイップにそっくりなんですよ。待ち焦がれてたっていうか、ずっともう諦めてたのができたので、本当になんかうちは今何にでもホイップって感じだよね。そうですね、いつも冷蔵庫に常備って感じです。常備常備、このホイップは乳製品不使用で、お砂糖も不使用、もちろんお砂糖ってあれですよ、天才糖とかも不使用で、しかも添加物も不使用なんですね。素晴らしい、本当に奇跡のねホイップクリームですね。そうなんです。味がもうそっくりすぎてもう嬉しいって感じなんですよね。食感とかもねそっくりだよね。そうなんです。食べ心地も似ててね。そうで、美味しさ、美味しくてね、なんかね旨味があるの、コクがあるのよ。びっくりするね。そうなんですよ。もう市販のね豆乳ホイップとか豆腐のホイップとか、そういうのはるかに超えてますね。味の面も超えてるけど、安全さも超えてて、もうこれに勝るものはない。そう、もうなんか悪いけど、他のっていうか市販のホイップはもう悪いけどいいですって感じだよね。これ食べちゃったらね、完全シフトしたよね。そうですね、結構ね生クリームとかホイップとか私大好きだったんですけど、私もなんかねヴィーガンになってから食べられないっていうのでね、やっぱり悩んだっていうか、ちょっと辛い思い、心残りがあったよね。これはねしてたんだけど、これができたらもうねお腹いっぱいこれ食べられるんだって思ってね、って感じ。幸せですねこれはね。幸せ。そうなんですよ。でね、作るのは意外と簡単なんですよね、このホイップは。材料はたったの4つなんですよ。アロマって感じで、たった4つでホイップはそっくりな味ができちゃうんです。ミルキーだよね、乳製品使ってないのにね。そう、すごいのよ。ホイップが好きな人も大満足する味になっています。はい。でこれを使って作るフルーツサンド、で今回いちごで作ったけど、ね、他のフルーツでももちろんいけますよね。そうです、いろんなフルーツが合うんですよ。このまたホイップがねすごいところがあって、万能選手なんですね。何にでも合うんですよ。だからフルーツもいちごだけじゃなくって、キウイとか、パインとか、マンゴーとか、バナナとか、マンゴーいいね、いろんなの合うんですよ。でもジャムも合うんですね。だからジャムに塗ってホイップ置いてっていうね、サンドイッチもすごく美味しいです。しなくてもそのままホイップ塗って食べてもいいよね。そうですね、塗って食べてももちろん美味しいです。そこにちょっとジャム乗っけたりしてね、本当これ美味しいよね。そうです、たまんないですよ。もうね、市販のと変わんないかもしれない、気づかないかもしれないぐらい見てます。見た目なんか全然わかんないよね。そうですね。で、ベーシッククラスで出してる他のスイーツにもよく合うよね。そうですね、イチジクのブラウニーとか、あれねホイップ合いますね。高級なお菓子に感じますね。本当本当、たまらないよね。たまんないです。本当にずっとね常備しておくといいと思う。だってね、なんか全然体に触らない、悪いことないもんね。そうですね、気持ち悪くなったりしないから。しないです。しかもね、体冷やさないんですよ、ホイップなのに。そう、体が冷やさない、これはやっぱポイント高いなと思います。もう何より美味しいし、体にいいし、体を温める、最高だよね。そうです。で、味がさ、ホイップと一緒なら、こっちの方が断然いいでしょ、っていう感じですよね。断然ないよ。うん、すごい、本当に奇跡のヴィーガンホイップクリームです。それを使ったフルーツサンドの作り方をご紹介しています。はい、はい、それから詳しいヴィーガンホイップクリームの特徴については、別に動画がありますので、はい、概要欄に書いておきますので、そちらをまたご覧ください。そちらにはホイップクリームの特徴が10個挙げられていますね。今言ったのも少し入ってるんですけど、入ってないのもあるのでね、ぜひ見てみてください。はい、
材料はすべてオーガニックのものを使ってます。ゼラチンも不使用なんです。寒天やくず粉を使っています。あとね、チョコレートも使ってないんです。チョコの代わりにキャラメルパウダーとかココアパウダーを使っています。なんとね、ベーキングパウダーまで不使用なんですよ。重曹も使っていません。この2つは添加物なのでリニアルでは使わないんです。でね、冷たいアイスとか食べても冷えるのが口の中だけで、その下に降りていくでしょ、ここは全然冷えないんですよ、びっくりだよね。そう、冷えないんですよね。そう、冷えないっていうのは、やっぱり砂糖とか添加物とか乳製品とかの、この冷やすぜっていうこのオンパレード軍団を一切使わず、米飴とか、甘酒とか、寒天とか、くず粉とか、キャロブパウダーとか、そういうね、温める材料を代わりに使うことで冷えないスイーツができるんですよ。すごい、まさに温活スイーツですね。そうです、冷えないスイーツで体温めましょう。では、いただきます。あー、嬉しい。嬉しいね。いただきますね。いただきます。食べよう。
ちこっちも。このレシピは雑穀とビーガン温活美人ベーシック講座でお伝えする予定です。講座が出来上がりましたら概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧くださいね。